年子で同学年という、世間体の悪い年齢差でしたが、私たちは仲良し姉妹でした。私は、一般的にアルビノと呼ばれている先天的白皮症で、足が悪いのもあって、一部を除く体育は休み。特に水泳はもってのほかでした。それに比べて、姉は黒髪黒目で、皆勤賞を小学校から連続で取るような健康な体で、145センチの体から握力35弱を出したこともあり、水泳は苦手でもできなくはありませんでした。原因は体のことを分かっていない教師でした。私は見学をするときには特別に長袖を着て、手足に日焼け止めを塗って帽子をかぶっていました。真夏はそれすらしないこともあり、以前の先生は分かってくれていたのですが、新任の先生がテンプレートな間違い熱血教師で、ちゃんと運動すれば健康になれる、足も一度我慢して走ってみようと声をかけてきました。今思えばその時断っておくべきでしたが、周りに誰もいない上声が大きかったので、当時の私は命令されてるように感じてしまい、うなずいてしまいました。姉の性格は今でこそ丸いものの、当時は非常に苛烈なものだったので、話して反対されるのが怖くて秘密にしたまま、放課後先生に体育館に呼ばれました。最初は少し走れば終わるものと思っていたのですが、お嬢様のように扱われ、荷物も姉に持ってもらっていた私には渋ると姉が切れました。50メートルを走るのすら全力で、ゴールするだけで息が切れて膝も痛くなってきました。それからは歩くように数回走ったのですが、最終的には膝の痛みから骨が折れたと、実際は折れてないですが泣き出し、保健室に行くことになりました。私は階段を上るとき、右膝に負担をかけないように、左足を上の段に、右足を左足の段に、左足をと登るのですが、急かされて痛い痛いと言ってると、そこにいるはずのない姉がいました。淡白な書き方ですが、当時の私はとても安心しました。姉は一瞬驚くと、一体どうなってるのでしょうか、〇〇が怪我をしたのなら私が連れて行きますと言ったところ、教師は事細かに姉に詳細を話しました。姉は明らかに怒り顔にこそなりましたが、まずは〇〇を連れて行ってから聞くと、私をおぶって保健室に向かいました。姉は帰っているはずでした。保健室で教師が話した内容を箇条書きにすると、このまま運動しないと将来体力がなくて困る、肌が異常に白いのは外に出ないから、外で遊べばだんだん良くなる、足の関節が悪いのは動かないからと言った後に、ちゃんと〇〇を思ってるなら運動させないとダメだ、そのようなことを言いました。先天的白皮症を白人みたいなものと思っていたそうです。姉は途中まで座って聞いていましたが、最後の言葉を言われた後、立ち上がり座ってる教師の顔面をグーで殴りました。姉は小柄で挑発な上、普段の言葉遣いが丁寧なので、教師は怒るより先に呆然としていました。姉は鼻血がついた手で胸ぐらをつかみ上げて、耳元で、クズが、まともに知りもしないで好き勝手言ってんじゃねえぞ、いい加減にしろよ、クソ教師が、先天的って言葉知ってるか、低能、てめえの脳内じゃ片輪を走らせれば手足が生えてくるのかよ、お花畑。残念ながら、俺はそう認識してねえんだよ。気に焼けるだの寝言言うなよ。やけどや水膨れで済めばいいが、最悪、癌で命に関わるぞ。と怒鳴りつけると、教師は、先天的白皮症をほとんど知らなかったようで、呆然としていました。姉は、そのまま、女のガキにぶん殴られて鼻血出したヘタレか、生徒を虐待した犯罪者か、今すぐ〇〇に謝るか選べと言って頭を掴んで無理やり下げさせると、教師は一応の謝罪をしました。その後は
保健室の先生が呼んだ校長先生が姉を座らせ、先生は転んで鼻血を出したんですよね、と言ってくれました。横になっている私を抜いて、三人で向かい合って座る中、腕と足を組んで座っている姉は異様でした。その後は、教師は私の体のことを知らなくてやった。鼻血は転んで出した。ということを話して、姉は不満そうでしたが、膝の痛みも引いたので、そのまま帰宅しました。姉は、父に叱られると思っていたようですが、連絡も行っておらず、一部始終を話すと、むしろ姉を評価してくれました。大したことはないかもしれませんが、私にとっては武勇伝です。姉は、中学生から、親と政治で喧嘩する人間ですので、今の姉が頭にあるので、実際はもう少し拙かったかもしれません。俺、型は、お花畑などの暴言は確実ですが、